今度 の3本目のですね、この真ん中のやつなんですが、このボトルの説明をします。このボトルはマックギネスカナディアンウイスキーなんです。553メートルの高さで1976年から2007年まで32年間世界で一番高いタワーのボトルをこれかたどったボトルなんですけど、そして熟成は昔の古い樽を使用した間で熟成させたウイスキーになるんですけど、ここにですねもうラベル書いてます。これは1982年、まあ、そのままのラベルがこう入ってるままなんで、いやこれも40年近く前のボトルになります。今度これをちょっと皆さん飲んでもらいたいと思います。間にね少しちょうど柔らかいウイスキーだからちょっと飲みやすいと思います。1982でこの、はい、これはカナディアンウイスキーになります。はい、でまず説明してますね。世界には5大ウイスキーって分かれとってですね、発祥と言われているアイリッシュウイスキー、そして本場スコットランドのスコッチウイスキー、そしてアメリカのバーボンウイスキー、そしてカナダのカナディアンウイスキー、そして日本のジャパニーズウイスキーが世界5大ウイスキーになります。その5大ウイスキーの中の今日はその間にこのカナディアンを入れたんです。これちょっと間にちょっとちょうどスコッチちょっと強めだったからこれ比較的飲みやすいと思います。はいはい、これ開けますね。こう開けました。はい。はい。間違えた。間違えた。はい。これ丸太。これ。はい。何の水道？これ1982年ボトルです。はい。ここにもラベルが入ってます。どっちがいいですか？飲みたかったんです。これ。飲みたかった。僕は。飲んでください。そうそう。これ自分が飲みたくって。いや前ね昔飲んだ時にこれ美味しかったんですよ。わからないです。これなんか若い子の味がする。若い子。どうですか？カナディアンウイスキーって何か言うのに、カナディアやっぱりもうクラウンロイヤルとか、あとはもう通常のカナディアンクラブ。若い？これはカナディアンクラブ。下がると若い。4本目はジャパニーズウイスキーです。このジャパニーズウイスキーのキリンシーグラムのこれエンブレムというやつなんですけど、これですね、エンブレムの説明なんですが、イギリスのシーバスブラザーズっていう会社があってですね、もちろんご存知の通りキリンビールです。このやっぱり合併した時の最初のこれボトルになるからですね、相当気合が入ってるんです。作った最初の一発目のウイスキーっていうのが芳醇なコクと香りを持ち、しかもマイルドなウイスキーというのがこれはこれの特色で出してるんですけど、もう一度言います。芳醇なコクとすごく香りを持ち、しかもマイルドなウイスキーの仕上げです。これ今からお次します。よろしいですか。はい、いきます。これ俺らも結構飲んでるんだよね。そう、多分飲んでると思います。普通に、はい、そうそう、これはもう生まれた自身のパーン。いや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 、これキープって言ったらこれ下結構スナック置いちゃった。あ、当時ですね、1位でしょ。そうそうそう、これ昭和54年発売だから。そうそう、昭和54年発売だから。はい、じゃあ結構流行ったっちことですか。そうそうです、結構流行った。流行った流行った。スナック行って一番高いのがこれや。高いんですか。ダルマとかより高いんですか。そうそうそう。ダルマより高かったと思います。ダルマよりか、オールドより高かった。ダルマより高いの。そうでしょ。ダルマはやっぱ俺飲んで飲めたけど。こうキーポイントといってちょっと高いとかあるやん。そうです。その人がゴン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 って言った。当時は結構やっぱいいウイスキーですもんね。だから高級なウイスキーなんですこれ。どうせギャラハキ一緒やけどね。どうしてバッキングやからちゃんと送ってギャラハキも一緒。そして思い出の話ですね。でそんな形で今回はその、ね、ジャパニーズを間に入れたんです。ちょっとこれお聞きします。キリンシーグラムをキングビルで飲んだ時の話。もう場所までちょっと開けます。3本食いたともう懐かしいっすね。開けます。はい、開けました。ボアロにお姉ちゃんは同級なんですよ。僕楽しいよね。これいいですよ。あれ僕の差し上げましょうか。あれ美味しい。これうまいです。エンブレムうまいね。エンブレム超うまいです。これうまい、本当にうまい。
ウソ大好きな人が好きです。あ、だから、もう、あっという間に好きだよ。長瀬カステラの方がうまいです。それは80年代後半でしょ。こっちが、ね、70年代で、じゃあこれも飲み比べを、お二人もそうですかね、はい、まずあのうちの最初正月にお二人ね3万円ずつ飲んでくれたんです。正月に1人なんですよ。じゃ結構飲んでましたね。もういっかーってことで、もうちょっと飲めるかな。だったら今日が一番お得ですよ、ね、だったらお得ですよ。全然お得です。でまた終わったら本当ね、もう笑うのが、前さんはね、これはちょっと前ですけど、2日間に連チャンで来てくれたんです。すげえ。5万飲まれ、10万飲んでくれた。笑うでしょ、もう、あそこでね、もう、そうとほとんど飲んでくれるの。どうしよう、謝罪に誰が。やっぱりっくりアメリカとかヨーロッパでちょっともしかしたらもらったのかな。こちらの方もいいっていう、その時のノリでノリが多いっていう、ノリが大事ですよ。ノリ絶対大事ですよ。全てありがとうございます。そんなもん、そんなことはこのぐらいです。バイクルマカエルです。本当にいいと思うよ。すごいと思う。もうすごいと思う。アホですもん。いやでもね、アホもね、ここまで極めたらアホじゃなくなるからね。アホを通り越えて、バカも通り越えて、すごいんだよ。最後、すごいですかね。いや、嬉しいです。みんなそうじゃない。子供の頃に目とか、なんかステージ中にみんな諦めるやん。諦めないって。そうです。いや、これってすげえと思う。今日のメインなんです。はい、今日のですね、まずこのベルデカンターっていう、これベルなんですけど、このベルの説明します。